田中正俊は、日本のクラリネット奏者。クラリネットを、井上慶造、大橋幸男に指示。国立音楽大学附属高等学校を経て、国立音楽大学を卒業。竹岡賞受賞。第51回読売新人演奏会出演。その後、トフツ、クラリネットを、リード・ユプリュ、室内楽を、モーリスブルグに指示。パリ国立高等音楽。 不要学校を一等賞で終了。現在、東京学芸大学非常勤講師、平成音楽大学非常勤講師、専属学園音楽大学非常勤講師、株式会社キャンププラネッツ音楽事業部取締役、NPO 法人、街角に音楽を理事。第17回京都芸術祭毎日新聞社賞、受賞。クラシック音楽の演奏活動を基盤とし、 独自な音楽ジャンルの確立を目指している。また、音楽大学の学生とともに、約30年続けている、クラリネットサロンでは、学生自身が、合宿運営し、地域に向けた投げ銭ライブを観光するなど生きた、教育活動を実践している。楽器選定実績、多数。小学校、中学校、高等学校吹奏楽部での指導実績歴、約35年。 大学卒業後も演奏を続ける OBOG にファンも多く2013年より個別指導も開始している2017年と2019年チェコ共和国プラハ芸術アカデミー主催クラリネットデイズの講師を務める2020年プラハの春国際音楽コンクールクラリネット部門の審査員に選ばれるまた環境や福祉にも取り組みグリーン電力。 里山を守るための寄付金が付加された紙、里山物語を使用したコンサート、子供のホスピスのためのチャリティーコンサート、チャイルドデイケア施設でのコンサート、家族レスパイト旅行でのコンサートを開催。クラリネットの原木の資源保護問題にも取り組みを始め、はじめ全国でミュージックトリーライブを開催。若いクラリネット奏者たちによるクラリネットアンサンブル、 プチパビオンのプロデュースを行っている。ありがとうございます。